とりあえず離れないようにしてください。ちょっとすみません、警察の者ですが、少しお話を聞かせてもらえませんか。お、俺は別に何も悪いことはしとらんねえ。ふんふん、怪しさ満点ですよ、あなたたち。そんな可愛い少女、どこで知り合ったんですか。それは、その、俺も知らんっての。校庭で植木の手入れをしていたら、突然この子が目の前に現れたんで。さっき、このおこのぎっておじさん、もう少し姫さんに可愛げがあったらなぁ、なんてブツブツ言ってたね。姫さんとは誰のことですか。いえいえ、こっちの話ね。ちょっと愚痴ながら仕事してたら、風変わりな鏡がそばにあったんよ。それが急に光って。なるほど、魔法の鏡が勝手にあなたの願いを聞き届けたって。魔法の鏡？なんねそれは。だいたい願いを叶えるどころか、突然こんな子現れて迷子って言われる。おかげで大弱りよ。なるほどね。誘拐事件の犯人はいろんな嘘をつくもんですが、魔法の鏡とはまた大きく出ましたな。一緒に巣に来てもらえませんか。お話はそこでじっくりと伺います。違うって、嘘なんて言うとらんての。つったら警察なんて行きたくもないね。しょうがない、とっととここを逃げちゃらん。私もやるわ、おこのぎさん。
おじさん、なかなかやるじゃない。そりゃそうで、ってそれはともかく早くお嬢ちゃんの家を探してやらんとな。はあ、かわいい。お持ち帰り。あ、もくろぎさん、助けて。レナは怪しいもんじゃないよ。そんなに怯えなくても大丈夫だよ。怪しさ満点です。どうしておこのぎ造園の社長さんがこんな小さな子を？それはこっちが聞きたいこってね。この子は迷子なんよ、迷子。はあ、迷子の女の子かわいそうだよね。レナのお家に一緒に行こう。レナがお持ち帰りしてあげるから。はあ、いや、お断りします。お持ち帰りなんかされたくない。そこのお嬢ちゃん、お兄ちゃん、この子のうち探しを邪魔するってんなら、ちょっと痛い目見てもらわんとな。俺は別にお持ち帰りなんてしたくないっていうか。絶対にお持ち帰り。ケツくん、一緒にお持ち帰りしよう。偉い対戦相手だったわ。何お持ち帰り。私お腹すいた。早くお家に帰りたい。夕食前までにはうち探してやっから。泣かんねえ。タグ、俺も早く帰りたいよ。コロン、ジョーちゃん、ひょっとしてこの子の知り合いかいね。だったら
この子のうちを教えてくれんだ。誰ですの、この子。ガク、私迷子なの。おこのぎさんに私のお家を探させているの。あなたのお家を探させている？ずいぶんと高飛車な物言いですこと。仕方ないのです、さとこ。この子はそういうキャラなのです。ひょっとしてリカさん、この子のこと何か知ってるんですかね。リカー、知らないのです。でもこの子のお家を探すには魔法の鏡が役に立つと思いますですよ。魔法の鏡は部活の優勝商品ですから、簡単にはあげられませんけどね。そういうことなら話は早い。部活に勝ってその鏡もらっちゃるね。ですから、簡単には渡せないと言ってるのでございましょう。あの、頑張ります。そりゃどうも。それはともかく、お嬢ちゃん、さっきから随分と大人びた喋り方したるって。そうかな。じゃあ早く次のバトル行こう。その魔法の鏡を手に入れなくちゃ。へいへい。兄ちゃん、姉ちゃん、ちょっとすまんね。あんたら部活バトルの優勝商品で魔法の鏡ってやつを取り合っているって聞いたんやけど。魔法の鏡ですか？ってな、なんで兄ちゃんがここに？あれ、この人も私みたいにどこかから飛ばされてきたのかな。この人もって、あなたは？
私迷子なの。だからおこのぎさんにお家を探してもらっているので、この子の家を探すには鏡があったらいいってさっきリカさんから聞いたんよ。あの鏡は渡したくないな。もちろんですよ、サトシ君。残念だけど、私たちも鏡を必要としているんです。あの鏡が欲しいなら力ずくで取っていくしかありませんよ。しょうがないね。それじゃあ力ずくで取っちゃいましょう。もちろんでさ。ってことない。それより美代子ちゃんをうちにちゃんと送り届けてやらんとね。おこのぎさん、調子に乗っちゃダメだよ。結構危ないところもあったんだから、もう少し鍛錬しないとね。すまんねって、なんかこの喋り方といい雰囲気といい誰かに似ているような。おこのぎさん、止まりなさい。校庭の植木のお手入れはどうしたんですか。あ、シエ先生に入江先生。仕事をサボって可愛い少女とデートなんて、おこのぎさんも隅に置けませんね。隅に置けないも何も、この子は迷子で、俺はこの子の家を探してるだけですんで。私、迷子なの。それはいけませんね。それでは、植木屋さんではなく、私が一緒にお家を探してあげましょう。やめてください、入江先生。そんなギラギラした目で、あんた一体何を考えているんで。
そうですよ、入江先生。痛い気な少女相手に鼻息を荒くして見損ないました。いいえ、私は別にそんなつもりでは。それよりもお好みさん、だいたいあなたがどうしてこんな可愛い子を連れて歩いているんです？これは私に対する新しい嫌がらせですか？だから俺が連れてきたんじゃないってさっきから言ってるのに。ああもうめんどくせえ、二人まとめて片付けてやらんねん。お前さんをお家に返してやんなくちゃな。うなぎさん喋り方が、え、ああいけねえ、いつの間にか元に戻っちまったようだ。ねえおこのぎさん、どうして私にそこまでしてくれるの？さあどうしてだろうな。美代子ちゃんが誰かに似ているような気がするからな。誰かって？いや、やっぱり関係ねえ。美代子ちゃんは美代子ちゃんだ。美代子ちゃんがけなげで可愛いから助けてやりてえだけだよ。おこのぎさん、ありがとう。ちょっとお尋ねしますが、魔法の鏡ってやつを知らねえですかい？私迷子なの。その鏡があればお家に帰れるの。まったくさ、魔法の鏡を使っておかしなことをしようとしているんじゃないの？怪しいのです。はう、おこのぎさんは怪しい人じゃないよ。私は本当に迷子で、おこのぎさんは本当に私のことを心配してくれていて。あなた無理しなくていいんだよ。おこのぎさんにそう言えって脅されているんでしょ？これは一種の妖怪事件かもしれないのです。だから違うって言ってんだろうが。誰も信じられないよ。みよこちゃん、今私たちが助けてあげるからね。今助けてあげますですよ。だから黙れ。さあ行くよ。
やすね。遠慮なしですか。やったな、みよこちゃん。ついに全員倒しちゃったぞ。やったね、おこのぎさん。私のためにありがとう。それにしても、ずいぶん無駄な戦いをたくさんしたもんだ。俺は本当にこの子を助けたいだけだったのに、どうしてみんな信じてくれなかったんだろうな。人相が悪いからじゃない？なんてね。おこのぎさん、帰りましょう。おこのぎさん、今までどうもありがとう。礼を言うのはこっちの方だ。最初はお前さんが現れてどうなることかと思ったが、一緒にいられて楽しかったよ。楽しかった？ああ、みよこちゃんみたいな可愛いお嬢さんと接したのは何年ぶりかな。心から守ってやらなきゃって久々に思ったのさ。このぎさん、さあ帰んな。みよこちゃん、今度は絶対に迷子になんかなるんじゃねえぞ。うん。おこのぎさん、いつかまた会えたらいいね。きっと会えるさ。みよこちゃんは綺麗なお姉さんになるんだろうな。私が大人になったらデートしてみたい？あんまり大人をからかっちゃいけねえよ。さあ早く帰んな。鏡よ鏡、私をうちに返してください。おこのぎ、探したじゃないの。こんなところで油を売って。仕事はどうしたの？すいません、ただいま。あら、ずいぶんとにやけた顔しちゃって、何かいいことでもあったのかしら。え、そんなことはありませんがね。そうかしら。可愛い女性とデートでもしたような顔してるわよ。それはいつまでもたるんでちゃダメよ。この前の訓練では危ないところも結構あったんだから、もう少し鍛錬しないと次のバトルはおぼつかないわよ。はい。どっかで聞いたようなセリフだな。まったく。さあ行くわよ。はいはい。あの二人の不思議な力関係はひょっとして
小さい頃からだったのでしょうか。ニパー。